here we go. これ丸木船っていうんですね。英語で言うとカヌーだ。どれぐらいの期間で作られるもんなんですか、これは。で2週間ぐらいで、まあ、荒掘りが終わって、この間から最後に来て、まあ、4日ぐらいかけて最終的な微調整をして、だから20日ぐらいですかね。20日ぐらい であの機械のチェーンソーとか電動工具は使わないで、まあ、昔あるその薪を割ってる斧ですね、ああいう斧を使って削り出す。あと長鉛っていうちょっとこう曲がった道具を使って中のこういうところを。昨年の夏に台湾から与那国を、5人の漕ぎ手で、まあ、この船にかなり形は似てるんですけど、これまあ3人乗りですけど、あと大人が2人乗れるんで、まあ、全長で約8メーター近い丸木船で渡りました。どれぐらいの期間で渡られたんですか。45時間で、まあ、距離にして225キロ、黒潮を越えて渡ったんです。45時間もうぶっ続けで行ってですね。まあ私たちの祖先がこの列島にどうやって渡ってきたかっていうことをまあ実証実験して、まあ、最初2014年ぐらいからかな、草船でやったんですね最初。それでダメで竹船でやって、それでもダメ、じゃあ残る船は何かって言ったら丸木っていうことになって、それでまあまあ、そもそもその石斧で巨木が切り倒せるかっていうところから始まって、で3万数千年前の石斧が日本の野尻湖の周辺の遺跡から出てるんですけど、まあ、その石斧を復元して、で実際に巨木を切り倒すことができて、で船も作ることができた。やっぱりあのこの列島はもう本当海洋文化なんですけど、まあ、日本の方々もそういう島国っていうところを忘れちゃってて、まあ、あと船自体も工場で大量に生産される、まあ、同じ船ばっかりですけども、まあ、これは本当に一層一層違ってて、まあ、船を知らなければ漕ぐこともできないっていう、まあ、そういうところですね。であと、まあ、海洋プラスチックなんかも問題になってますけど、やっぱりゴミにならないものっていう、あと心を込めて物を作るという、まあ、人間本来の、暮らしの文化を取り戻していけたらいいなと思います。この丸木船も、ヨットみたいに風を受けて帆を立ててセーリングもできるんですよ。でそれも、まあ、向こうの浜に置いてありますけど、まあ楽しいですね。いろんな使い方ができるんです。だから、まあ、ヨットみたいな、まあ、高性能の船が原始時代マンモスがもういた頃に人類はもう作っていた可能性は十分あります。野蛮な人たちっていうイメージがあるけど、とんでもなくて、まあ、船を作ること自体がものすごい知識と技術がないとできないですね、うん、船舶工学がちゃんと理解してないと外洋漕ぎ出す船なんてとても作れない。うん、今は宇宙船で行くけど、原始にしたら船って宇宙船なんですよ、うん、まあ、ここの湖自体も宇宙だけど、水の中は上はね。やっぱりそういうところですよね。まあ、そういうことを教えてくれるっていう、うん、教科書に書いてある漕ぎ方は多分通用しないと思う。カヤックとかいろんなね、だからみんなそれは同じものだから、
漕ぎ方も基本的に同じなんですね。だけどこれみんな船が違うから漕ぎ方が違ってくるし、うん、とにかく漕がないと分からないです。そういう世界。このパドル自体も後ろ斧でこういう薄いパドルも作れる。このね、でこれは今回その長時間漕ぐパドルとして、まあ、漕ぎ手が追求求めてきた形を表したら、まあ、こういう形になった、まあ、細くて軽くてで、まあ、強度があって、うん、っていうことはその木の材質なんかも選ばなきゃなってないし、うん、これは同じ次なんですか。これはねヒノキですね。これはヒノキ。これヒノキ、うん、はい。だからまあこういう舵一本貝一本にしても本当に、まあ、知識と長年の経験がいろいろ詰まってるっていうとこです。まあなぜここにねこう山があるかとかね、こっちは平らになってるかとかね、うん、うん、そうでこれ今110キロぐらい、船自体も100キロぐらいあるし、今砂が入れてるから110キロあるで220キロぐらい、私を入れてまあ約3、まあ、300キロまでいかないけど、そのぐらい船が本当に軽くあってこいただけですね。物を輸送するにはものすごく最適な、運搬用具っていうかなですよね、うん、でさっきも こんなでかいブラックバスが現れたりね、船の波動とか模様に反応して、だから岸辺をこうずっと漕いでいくと面白いですよ、はあ、うん、漕ぎ手がいても息が合わないとダメ。そういう人たちじゃないと、例えばこの海の向こうに目指してね、どこにあるか分かんないのに漕いでいくのに、でやっぱり気持ちが合う人じゃないとダメだろうし、でまた島に上陸してからもいざ、ね、争いの元になるだろうし、やっぱりそうやってチームワークをもう本当に全てとこう一つになれるような人たちが、まあ、私たちの祖先っていうことですね、うん、そういう中を持っている人、はい、そういう漕ぎ手たちが海を越えて日本を、まあ、人を増やしてくれてすごいんですよ、ね、和の民族ですからね。すごい日本人のルーツまでなんか考えさせられますね。今度だから沖縄まで来たんで、与那国まで来たんで、まあ、沖縄を目指して今度は第2回のプロジェクトを、ね、どこからですか。与那国から。与那国から沖縄まで、ああ、その祖先がやってることをねまた実証できたり。いやまたそれがまた結構超ハードなんですよね、その冒険に。ロングだし距離も気になりますね、その冒険は。ぜひまた、はい、で今度はその乗る船はみんなで石斧を作ってみんなで作りたいと思ってて、だそういう巨木にね、いいですね、出会う、まず出会わなきゃダメなんだけど、これを切り出すにはどれぐらいの相当な巨木。相当でかいです。1メーター以上、まあ、神社とかの境内にあるああいう杉の木。あ、自然を知ることが、そうですね、命を守ることにつながると思うし、今どっちかというと生きる術は、まあ、学校の勉強を一生懸命することみたいな、うん、お金を稼ぐことみたいになってるんで、はい、そうじゃないと思うんですよ、ね、人間の本来は、ね、そうですね、どうしても資本主義社会に持っていかれちゃってるんで、まあ、今その危機的な状況にも来てるんで、うん、まあ、今こそねみんなで考えて、まあ、いい方向に漕ぎ出そうということですね、うん、時間に余裕が持てて、こういうマルキ分野にもね向き合えたり、いろんな企画も考えられるっていうかね、いい機会なんですよね。新たなものを創造するのにやっぱりゆとりがちょっとできるという、コロナの、まあ、お金の方はねできないかもしれんけど、ものを考えるゆとり、新たなものを想像していくっていうのはいいチャンスです。じゃあこのコロナの期間にそういうアイディアをいろいろ練って、そういいですね、前向きに、そうそうそう、うん、下向かないで、そうそうそう、新しく、そうそうそう、素晴らしいです、いやー本当に、マルキ船素晴らしい
Thank you.